はい、皆さんこんにちは。サッカーキャットしてございます。中央日報ですね、お隣さんのですね、昨日の16時26分に出た記事ですね。中米韓国大使、つまり、アメリカにいらっしゃるお隣さんの大使ですね、がおっしゃってるんですけども、韓日米協力ですね、日本風言うと日米韓ですけど、韓日米協力、クワッドより協力、強いという意味の協力です。韓日米協力の協力はコラボの協力ですね。クワッドより協力、つまりパワフル、ホットライン構築技術を検討中というタイトルでして、チョ・ヒョンドン駐米大使が18日にキャンプデービッドで開催された韓日米首脳会談について、クワッドやウォーカスより競技体がより強い競技体が、よりストロングな競技体が登場したと評価した。24日に米ワシントンの韓国文化院で開かれた特派員懇談会で、超大使、超っていう日本語で超ですけど、何て言うかな、超ですね、チョ大使は今回の首脳会談を通じて韓日米協力のメカニズムが名実ともに最高レベルの小グループ協議体にアップグレードされたと明らかにした。ちょっと言い過ぎやで、言い過ぎやで。地域的な範囲、議題の側面、協議メカニズム構造レベルでも米国が重視するクワッド、日米豪印やオーカスより協力という見方を示した。それはあなたの主観的な見方でしょうって、僕らそう思ってへんでと思いますけどね。協力分野が安全保障にとどまらず、経済、先端技術、地域、グローバル協力、保健、人的が交流まで広範囲という点を根拠に挙げた。特に国家安保補佐官、あれしましょう、いろいろ書いてありますけど、だらだら書いてあるだけで、最後閉まってないことが多いんですけどね、お隣さんの場合。また政府は韓国企業に対する、米国の政府というのはですね、あれですね、韓国政府という意味ですね、韓国企業に対する米国の米中半導体装備輸出統制問題も前向きに解決されると期待している。昨年と同じく米国政府が韓国企業にまた1年猶予措置を取る可能性もあるが、検証されたエンドユーザー方式を通して長期猶予案にも言及されていると。これはどういうことかと言いますとですね、サムソンと SK ハイニクスというお隣さんの巨大な半導体企業が、中国に対してですね、合わせて5兆円分ぐらい投資をして、でかい工場を2つ持っているんですね。サムソンはシーアンで、SK は天津やったかな。で、それに対して、年間 5% 以上の設備投資をすんなというふうに、アメリカがこう規制をかけてるんですよ。そんな買ってやんっていう話でしょ。でも、それをやるんやったら、アメリカ国内で商売させたらへんって言ってるわけですよ。まあね、ずるい言い方ですね、アメリカらしいね。でそれを韓国は一生懸命泣きついてね、1年猶予をもらったんです、去年。今年の10月で切れるんですけど、それを延長せえと言うてるわけですよ、最後。なんでそう、もうちょっと分かりやすく書かないんでしょうね、という話が最後締めくくりになってます。それも延長されるだろうというふうに期待をにじませています。彼ら得意のですね、希望的観測というやつですね。何でも都合よく解釈して考えるという修正ですね、彼らので。実際これが猶予されるかどうかは分かりません。アメリカがどの程度韓国を甘やかすかというだけの話なんですね。もう甘やかさ変でって言うたらもう猶予しませんし、甘やかしたのかって、しゃあないなーって、それぐらい許したのかって言うんやったら猶予しますし、今のところちょっと見えません。で、この記事の趣旨はですね、アメリカに駐在なさっているお隣さんの大使がですね、この前のキャンプデービッドの会談で出来上がった日米韓の競技体というものは、オーカスやクワッドに比べてもう強いんやということを、なんかなんとか言い張ってるという感じですね。で実際どうかと言いますとですね、オーカスは一番強いですね。オーカスっていうのはオーストラリア、カナダ、
ニュージーランドにアメリカかな、うん、なんかそんなんですね。あの要は英語圏のあれなんですね。その英語圏のこう同盟みたいなもんですね。情報お互い情報を提供し合おうじゃないかと。まあそこに最近日本に入れって言われてるらしいですけど、まあ別にまあまあそれはええとしまして、で、クワッドというのはこれ安倍さんが亡き安倍さんの遺産でして、日本オーストラリア、インド、アメリカで、中国に対して共同対処しましょうというのがクワッドです。これはもうできてから5年以上経ってますね。安倍さんの中期にできたような協議体でして。ただ、どちらもですね、明文化された条約ではないんですね。で今回もですね、キャンプデイビッド精神とかなんか曖昧な宣言を出してですね、一緒に頑張ろうぜって、頑張ろうぜって、まあ、完全に言うとですね、中国に対して対処しようぜっていう中身なんですけど、中国という文言は南シナ海に関するところにしか出てきません。非常に曖昧にしました。これはですね、日米は合意できるんですけど、韓国がですね、中国という名称を出すのをですね、いしぶったというふうに伝えられています。つまりですね、今回の日米韓の、あの、キャンプデビット精神ってのはものすごく弱いんですね。ものすごく弱い。で、韓国の逃げの姿勢がやたらと目立ちました。だから私はほぼ失敗ではないかなと思っています。少なくともバイデンは 100% の満足を得ていないと思いますね。あのバイデンは記者に対しては割と満足してるんですよ。どっかで褒めたたいていますよね。でもユンさんを褒めたたえるシーンってあんまりないんですね。期待はしましたし、ある程度はですね、あの出てきましたけども、あの要は最後にアメリカと中国とお前どっちを選ぶんやというような選択を迫られてるわけです、今の韓国は。それで日本ははっきりもアメリカという選択になってるわけです。というかそれ以外に取りようがないわけ、日本は。最初に申しましたと、日本は半人前国家であって、日本のボスはアメリカなんですよ。アメリカが右やったら右、左やったらはい左って言わざるを得ないのが日本であってですね、どっちの選択やったらもうノータイムでアメリカですっていうのが日本なんですね。ところが韓国ってずるいわけですよ。安保はアメリカ、経済は中国というふうに思ってるわけですね。今でもどっかでそう考えてるわけです。実際中国への依存度は割合高いんですね。最近下がってはきましたけども、そうなるとユンさんもですね、きっぱりとアメリカですとは言えないわけです。それをですね、あのかなり色濃く残したのがこの前のキャンプデイビッド宣言というもんでしてですね、バイデンさん的にはこれは。あれですね、期待値の6割いったかなという感じでですね、でそれをですね一生懸命あれは大成功やったんやってクワッドよりええねんというふうにして中米大使が言うてるわけですけど、かなり虚しいですねかなり虚しい。あのよ、まあ、大人さんってよくそういうことやるわけですよね。あの後でごまかすみたいなことをやるわけですけど、まあそれでしょうね。でこれどっちみちですね、私が日本語の記事で読んでますようにですね、英語に訳されてですね、向こうのメディアにも出てるでしょうし、向こうの外交当局も読むでしょうし、かなり苦々しい思いでこいつ何言うてんやろなという思いで読んでるんちゃいますかね。あのアメリカ側からするとですね、かなり期待をしたのにですね、成果はさほどでもなかったというのはこの前の日米韓3カ国会議です。韓国ははっきりとアメリカ側に踏み出してはこなかったという印象を残して終わりました。で失敗とは言いませんけどね、向こうのメディアもね、でもほぼ失敗ではないかと。あの記事をいろんな記事を読んでますと、あ成功やったという記事もありますよ。でも甘いですね、そういう見方は。あので失敗と言ってしまうにはですね、ちょっと行きつすぎるやんというふうな雰囲気はありますね。まあせっかく三国集まったわけですから。でも別に私誰にも遠慮しませんから、あれ多分失敗でしょうね。バイデンさんの満足度6割、うん、まあやらんよりは良かったかなというレベルではないかなと思います。だからね、あの私はそのこの最後に出てきてます、その中国にも投資したらあかんでというはですね、猶予ですね、1年猶予してもらったんですけど、この次の猶予はもしかしたらないかも分かりませんね。その韓国に選択を迫るという意味では、お前向こう行くんかそれともこっち来るんかということにおいてですね、これあんまり甘い顔をしてるとね、大人さんってどんどんつけてくるんですよ。だからここらでピシッと切っとくんではないんかなと。そうするとですね、中国もですね一層やりにくくなりますから。
中国最近韓国に気を使ってるんですよ。あの向こう側に行かへんかなちょっと今までは冷たくしてきたんですけど、ツンデレのですねデレになってきたという感じです最近の。でそれに対して韓国はまたです、ね、弱いもんで行こうかなと、そういう気配が見えます。この中央日報のアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。